皆さんこんにちは。血の種の認知症予防動画です。今日も一緒に脳に刺激を与えましょう。今回は注意力と判断力を高める効果があると言われている違う漢字探しです。漢字がたくさん書かれていますが、その中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。どこに紛れているかを探してください。全部で10問あります。漢字を知らなくてもできる問題ですよ。各問題の回答時間は40秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。見るという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに解という漢字がありました。時間内に見つけることができましたか。どちらも画数が少ないので見つけやすかったでしょうか。これから少しずつ難易度が上がってきますよ。それでは次に行きましょう。2問目です。体という漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに休むという漢字がありました。見つけることはできたでしょうか。休むという漢字は人が木のそばで体を休めることから来ているそうですよ。さあ、頭と目の準備運動はできたでしょうか。それでは次に行きましょう。3問目です。席という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに折るという漢字がありました。向きが変わったので少し難しくなったでしょうか。4問目です。若いという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。
ここに苦いという漢字がありました。びっしりと埋め尽くされている中から見つけ出すのは大変ですよね。5問目です。開くという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに閉めるという漢字がありました。大きさも向きもバラバラになりましたが、うまく見つけることができたでしょうか。開けるという漢字は左右両手開きの戸の中にある両手の象形から門を両手で開くことを意味していますよ。そして閉めるという漢字の中の塞という漢字は川の氾濫をせき止めるための木の象形から来ているそうです。漢字の成り立ちを知っていくと面白いですね。6問目です。惜しいという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに借りるという漢字がありましたよ。2つともよく似ていますが、見分けはつきましたか。7問目です。偽るという漢字があります。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここにためという漢字がありましたよ。とてもよく似ている漢字なので難しかったかもしれませんね。うまく見つけることができたでしょうか。それでは次に行きましょう。8問目です。ゆるいという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに暖かいという漢字がありました。画数が多くなりましたが、時間内に見つけることができましたか。9問目です。がという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。
答え合わせです。ここに知という漢字がありましたね。見つけることができたでしょうか。この知という漢字は中学生で習うそうですよ。最終問題です。ちょうという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに美という漢字がありましたよ。とてもよく似ている漢字なので紛らわしかったかもしれませんね。問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか。おまけの問題です。20秒で違う漢字を探してみてください。終了です。いつもの半分の時間でしたが、見つけることができましたか。答えは以前の動画で紹介した問題です。概要欄に URL を記載していますので、そちらをご覧くださいね。最後までご視聴ありがとうございました。漢字探しのこの動画は知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。